敦賀市利根。山あいの脇道にひっそりと佇む琴音トンネル。明治14年に完成し、昭和39年まで旧北陸線の鉄道トンネルでした。このトンネルは JR 西日本の登録鉄道文化財と敦賀市の有形文化財に指定され、土木学会の戦勝土木遺産にも認定されています。日本人技術者が作った鉄道トンネルとしては日本で2番目に古く、改修されないまま現存するものとしては日本最古のものになります。長さ56メートル、幅 16.7 メートル、馬蹄形で、日本で最も量産された D51 型蒸気機関車はこのトンネルの大きさに合わせて作られたと言われています。入り口はレンガ造りですが、内部は岩盤がそのまま露出している部分とレンガ積みの2段構造となっています。よく見ると蒸気機関車が運行していた頃の黒煙のすすが今も残っています。利根から敦賀、日の本とか行く時であれば区民の足といいますかね、日本一のもんじゃなかなかありませんから、我々にすれば自慢やどうとこう思っておるんですけども、少子高齢化が激しい中で維持管理していくのもなかなか大変かなとは思っておりますけども、まあ、1年でも長く続けていきたいなとは思っております。当時の姿をそのまま残した唯一無二のトンネル、蒸気機関車の汽笛の音が聞こえてくるような気がします。